携帯見てください。いきます。ああ1問目。はい。ブルで一番仲のいい同期は？いや、むずっ。いきなり。はい。ということで、第1問目。ブルで、Z が一番仲いい同期は？待って、普通にむずいな。これ、結構ガチむずやな。ガチむずやな、思ったより。ブルで一番仲のいい同期な。うわ、これめっちゃむずいやん。OK。まあ、ツッチー、フーとベジータの順でお願いします。はい。わかんないねんけど。わからない。じゃあ、期待して、じゃあ俺、はい、はい。じゃあ次、フートーくん。はい。は、ツッチうん。お？嬉しいぞ。じゃあ最後、ベジータ。あ、髪が。ツッチー。あ、最近ともツッチー。お、やった。いいよ。じゃあ流しますぜ。どうした？はい。木曜日のミーティング終わった後に毎回、僕家遠いから泊まっておりまして、その時泊まってたんがリュウジっていうこの家なんやけど、はい、でそれ一緒に泊まりに行ってたんがフートっていう、まあ、今同期の子です。だからフートが一番仲いいかな。うん、でも回答者の3人が割と仲良くて、ベジータ、フート、ツッチ、その中で一番そういうプライベートの絡みがあるのはフートで、バンドで言ったらツッチで、イーンとか一緒にやってたんがベジやから、はい、マジで微妙だけどフートにしとく。フートにしとく、はい、フートです。わかりました。頭おかしい。うん。はい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 。あいつは頭おかしいって言ってなくない？なんか意外やな、普通に。意外やけど、まあでもそうやね。まあその幽閉の家泊まりメンバーで行ったら確実にお前やな。あ、確かにな。うん、幽閉かなと思ったけど。2問目いくね、じゃあ。第2問。はい、きます。第2問、サークル内の異性と入れ替わるなら誰がいい？いや、むずすぎやろ。え、誰やろな。はい、第2問。サークル内の異性と入れ替わるなら誰がいい？これは、これもむずいな。むずこれ、2人言ってた、2人言ってた、2人。うん。え、いや、俺たちも2人言ったらいいのじゃ。うん、2人言ってください。うわ、どういう理由なんやろ。マジでわからん。何もわからん。そう、理由から考えた方がいい、多分。理由が Z っぽかった。理由が Z っぽい、理由が Z っぽい、 Z っぽい理由。なんか微妙いな。じゃあいいから。ぬちことキャンプ。おお。理由は、うん、はいはいはい。理由は、もうでも理由は何やろうな。まあ、キャンプっていうのはまあ結構まあ踊りとかがうまくて。うん。まあ、Z もなんか分からんけど、踊りたそう。踊ってそう。踊ってそう、入れ替わって知らんけど。はいはいはい。はいはい。ぬちこ、ぬちこ、Z、ぬちこはね、どう、いやもう分からんなわけやけど、なんか、鳥ちゃんとっていう人と迷ったんやけど、なんかまあ派手系の、なんか女の子。髪色とか結構派手やし、ぬちこって、イメージ的には。なるほど。そういうのとも関わりたいかな、みたいな感じですね。はい。はい、お願いします。はい。変わりたいっていうこと？お願いします。入れ替わりたいの。あ、オッケーオッケー。俺は、イブと椿。お。あ、で、はいはい、理由は、
イブは、まあ、そのブルーが誇るぐらいの、まあ、リードのうまさがあるから、なんか、まあ、Z 結構歌好きやから、そうやってこう、歌でこう、周りを沸かせたいっていう思いあるかなと思ってイブにしたのと、はい、と椿は、まあ、よくこう、周りの男子からこう、チヤホヤされて、されるから、一回そういうのをこう女子になって味わってみたいって思うかなと思ったから。はい、ああ、でも、すげえ。ぽい。ぽい。超ぽい。はいはいはい。え、聞こえてる俺の声。あ、めっちゃラグ減ってる。ほんま、うん、チャンプと、イブ。おお。理由が、チャンプは、Z デブやから、多分細くなりたいと思うで。キャンプめっちゃ細いから多分憧れんのかなって思ってだブルで一番体が細そうなチャンプで Z そんな歌うまくないから多分歌うまくなりたいやろなと思ってイブちゃんはい、うん、嘘気なせ、うんはいはい、じゃあ正解の方を見てみましょうかよっしゃはい、はい、お願いします流しますねこいこいこい入れ替わるとしたら、パンジーうん。で、なんでかって言ったら、ちょっとあいつなんていうの、魔性の女っ気あるやん。だから、褒めてます。あいつと入れ替わって、こう、男をたぶらかすみたいな。か、うん、ヌチコに入れ替わって巨乳を味わうか。最低。どっちかやな。理由が最低。お前こんなん使うなよ。くっそ一個言って言うか悩んでんな言うか悩んでんなちょっとそれごめんやねんけどちょっと言うんじゃないかなっていうのもあった実はけどちょっと言えんかった言えんよな SNS やから言うやめたわということでツッチ1ポイント入りましたうわうざそんな巨人っていう言葉を使ってくると思わんかったな、ガジで。ダイレクトやったな。じゃあ、動画を見てください。いきますね。はい。うん。3問目。どんな願い事も一つだけ叶うなら何を願う？なんかさっきの第2問目に引っ張られんな。どんな願いでも一つやろ？うん。一つか。でも単純に考えていいんかな?OK。じゃあ、次から。はい、OK です。はい。願いが一つ叶うやんな。うん。いきます。まあ、まあ、モテまくりたいかな。願い。なるほど。はい。じゃあ、フーと。俺もツッチーと一緒でモテたいかな。おぉ。興味言ってるね。じゃあベージーほぼ一緒やけどなスーパーイケメンになりたいやろななるほどうん、okay、ちなみに迷ったのあった2人ない即答でこれ迷った美女になりたいかなと思ったあーそっち俺金の金系か女の子、うん、金系か金そう、クソ金持ちになりたいかどっちかをやった、結構。俺もどっちかやと思った。金もか。うわ、金もあるな。だいぶ迷ってないもんね、あいつ。なるほど。OK です。OK? じゃあ動画流しますね。とりあえず金が欲しい。これはマジ。今現在もう借金がすごいことになっておりましてね。あの、俗に言うリボ地獄ってやつですよ。あれを。やっちゃっててお金がないからほんまにお金が欲しいし多分これは回答者のみんなも分かってくれると思ううわっ確かにうわーそうやめっちゃ話したわそんなゴミやんあこっちかそっちかそっちか分かってるよいやごめん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 ああ惜しいなこっちかリボ事故ということです悔しい申し訳ないわじゃあ第4問目いきましょう。はい。はい。
流します。はい、はい、第4問。カラオケのお箱かっこ一番よく歌う曲。うわ、めっちゃ恥ずかしいこれ。うわ、カラオケのお箱よく歌う曲ですね、第4問。むずいな、これは。マジでわからん。お箱って何だっけ？恥ずかって言ってた。なんて？なんて言ってた？恥ずかって言ってた。恥ずかしいって言ってた？うん。恥ずかしい。俺、一個思い浮かぶんやけど、よく歌うかわからん。はい。じゃあ、いいですか？ OK です。土からお願いします。ジャスミンで。ジャスミン？この感じ。この感じ的にちゃうやん。これはね、なんか昔、小梅さんっていう人がいて、僕、ジャスミンカラオケで高得点出るんですよって言ってた記憶があったからや。あ、なるほど。はい、で、どうしよう、ほんまに。はい。次、俺行こうか、フート。あー、いいよ。ほな、ベージー。え、ジャスミンで。マジやねこれ、ほんまに昔か、な昔なんか俺87点取ったんすよみたいな言ってたよな。しててそう、80点かよと思って聞いた記憶あるわ。言っててん、そう、でそれしか。めっちゃでも昔やけどな、2年前ぐらい。あいつのカラオケの印象がなさすぎてな。じゃあ当たってないな。じゃあフート、ここで当ててくれ。オッケー。これでもガチやけど、ジャスミンでいきます。お前嘘やろ。いやこれガチガチやねんけど順番間違えた俺でも。昔な行ったことあんねん、でも Z とカラオケ。あ、ほんま。実は、うん、1回生の頃、うん、その時なんか歌ってたような気もするし、気もせんしやな、気もするし、うん、ジャスミンっぽいなと思ってそれ行こうかなと思います。一番適当やん。怖。お願いします。はい。じゃあ見ましょう。まあ、いいとりあえず。しかも多分みんな知らんけど、まあ、俺がよくいつも歌うのは、うん、このみなりに合ってないねんけど、あの、ラッドウィンプスのスパークルっていう曲を、うん、あの、君の名はの主題歌ですね。はい、一番歌います。歌うわ。そうや、そうや、そうや。うーん、これは。わからんて。歌ってたな、どうわかんねん。わからんな。いや、俺覚えてるわ。なんか覚えてる、ね、てすごいな。花歌、花とあの歌っていうバンドでカラオケ練したときに全員一曲歌うってときに Z これ歌ってたわ。あ、そうやな。そうな。覚えてるわ。あれどうやってわかんねん。絶対わかんねん。いや、きついな、これは。スパークルっていうことでした、答え。なるほどね。まあまあまあ、まあ、むずか、むずいな。これはまあ、しゃあないわ。これ難問。にしても、難問とか言ってるから、お前ら0点やけどな、全然。全然まだ0点やから。頑張ってほしい、2人に。めちゃくちゃ雑魚い勝負やん。ほんまに。0点で1点しかいい。そうそう。で、どうやかな。よし。5問目、もう、むずい。オッケー。オッケー、オッケー。次ガチでいくわ。次ガチ。5問目。次ガチ。第5問目。自分を漢字一文字で例えるなら何？はい、5問目。自分を漢字一文字で例えるなら何？これ頑張っていけそうやな。むずいな。いける、1個ぐらい正解出る気がする。え？むず。Z の性格に合ってるなって思った、うん、もうこれでいくわ。じゃあ俺、むずいけどこれかな俺を。マジで言ってる？全然わからんな。いや、わからんというか。じゃあフートからいきます。よし、それで。え、うん、オッケー。俺はあの、今っていう字です。おえ、なんで？理由は、まあ、まず今来大使の今や名字でに今が入ってるっていうのと、
まあそのリボ払いの地獄っていうのも分かる通り、そのまあ今を生きてるわけよ。未来のことを考えず。生きれてないけどな。今をリボ払い、まあ、こう楽しんで生きるっていう意味でと、まあ名前にかかってるっていうので、今。はい、なるほど。選びました。じゃあベジ行こうか、次。なあ、俺は習慣の感かな。貫く。ああ、なるほど。なんかダイエットも頑張って続けて、まあ今太ったけど痩せたみたいな自負があるんじゃないかなと思って、まあ続けることができるみたいな意味で習慣の感。はい。うん。なるほど。つっち。俺は、あの楽しいのさ、楽っていう字かな。ああ、それもやった。まあ、遊ぶの言うっていう字と迷ったけど、まあ、まあでもあいつはいろんな選択があったときに、多分、まあ、まあ楽しくてっていう道を、まあ、辛くても、まあ自分にとってまあ楽しい道をあいつは選ぶような気がするから、まあ、その字で。めっちゃいいこと言ってる。なるほど。答えを見ましょう。うん、はい、いや、むずー。今っていう字かな。お理由としましては、まあ、そもそも俺の上の名字が金来という名前で、まあ、珍しい名前やから、その中の、その金っていう字が今っていう字なと、まあ、割と行動力というか、自分で言うのもあれやけど、うん、今って決めた時にやるタイプなので、かなーと思って。やば、100点ちゃう、これ。いや、すごい。え、すごい。100点やな、マジで。いや、100点やろ、これ。もう、ゲットフートでいいよ。優勝やな。もうフートでいい。これ結構すごいよな、普通に。いや、普通すごいな。すごい。いや、すごいなって思ってた。まあ、すごいな。天才かもしれん。すごい。天才やわ、多分。理由も合ってたんで、2ポイントで。イエーイ。食べた。おめでとう、Z。おめでとう。6問目いきましょう。じゃあ。はい。はい。第6問。昨日、何食べた？そんな。いや、むつ。むつ。なんかヒントない？わからんな。ヒントが大好物です。え？はいはいはい。大好物？マジ？ゆくんの大好物。じゃあベジから行こう。いいよ。セセリ。あ、それなんて。セセリ？セセリです。じゃあツッチー。俺も鳥貴のまかないやと思ってん。それで、じゃあね、ハートで。なるほど。鳥攻めする。うん。じゃあ俺ハートにするわ。うん。あとはそういう感じか。いや、わかんないの。全然ちゃうかもしれん。まあいいや。じゃあ俺はカレーで。ああ。違う。ジェット好きそうやし。ありえそう、普通に。えはい、じゃあ見ましょう。はい。はい、いきますよ。何でもいい。林ライス。これ大好物なんですよね。あ、そうなの。おばあちゃんの林。そう。なるほど。おばあちゃんの林ライスね。おばあちゃんの林ライス。これ俺の好物やから、ワンちゃんわかるんちゃう？おばあちゃんのが味噌やから、ついてない。おばあちゃんの、おばあちゃんの林ライス。そうそう。までね。そうそうそう。おしい。おしい。わからんわ。しかもおばあちゃんね。惜しかったな、ほんでこれ。おばあちゃんの林ライスでした。ベジ、今のところゼロです。やばい。悔しくはないんけどな。悔しがれ。悔しがってくれ。じゃあ、次、第7問か。うん。いきましょう、第7問。第7問。女子の好きな仕草は？仕草か。好きな部位やったらあんねんけどな。
だそうです。好きな V やったら分かんねんけどな。V やったら全員当たるわ。なんか言ってるな、よちなみに好きな V は、好きな V は多分足やんな、Z って。太ももとかやったっけやんな。うん、その辺やな。なるほど。その仕草ってでもないもんな。太もも触るとかないやんな、そんな。ないです、ね。太もも触るって何？仕草やもんな。じゃあちゃう。これ、なあ、うん、なんやろ。Twitter で流していいんかって思った。え？じゃあ思ったのちゃうわ。こんな感じのやつ来たん？こっち系か。そう、いや、帰るわ。アホやん。え、そっち系？そっち系って何？その攻めた仕草がわからん。確かに。言いたくないしな。うん、それな。ちなみにみんなは何な？好きな仕草。今定番やけど、あの髪を俺かき上げるとか、俺は。ああ。なるほど。定番。うん。あんまなくね。それしか違うもん。こんなやつおるなんて。え、そう、いるくない？いない。耳かけるぐらいいっちゃう？うん、耳かけるぐらい。定番よくおるやんな、こんな。そう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 。うん、あね。ほな、じゃあ、どっちからお願いします。いや、言いたくねえ、これ。あ、分からん、マジだ。うん、分からんけど、あの、夏場、こう服をこうパタパタするみたいな。ああ。それで。はい。で、ツッチーが好きなやつやん。ちゃうやん。そんなことない。あれ？うん。あ、なんかあの、女の子が、あの、服を脱ぐときの仕草みたいな。なんか、男の人って普通に脱ぐやん。いや、なんか女の子ってこう、なんかクロスして脱ぐみたいなのあるやん。あー、ぽいなぁ。それが好きみたいなのありそうかな。なんか、ぽいなぁ。あー、そういう系か。なるほど。そういう系ね。なんか俺が恥ずかしいわ、これ言ってる。いやー、フートのやつかなって思っちゃったなぁ。まあでも俺の違うから言うわ。うん。うわー、言いたくないなぁ。かが、なんか下に物を取るときとかにかがんで見える谷間。それ行動やもんな、もう。最低やと思うんで。そういうこと言うわ、絶対。でも確かに。もう分かんねえよ。じゃあ答え見てください。基本、嫌がってるとこ。分かる？やめてもみたいなのが好き。なるほど。俺自体、こう、人に対してボケていく人間やから、それをしたときに、まぁ、あ、ちょっと何、何その、まぁ、あ、エロいとか何でもいいけど、際どいところ行ったときに、やめてやとか、ちょっと下品なやつとかで、そうやって、うん、対応してくれる感じ、まあ、広い意味で言ったらノリがいいところかな。なるほどね。ちょっと嫌がってると。まあ言うてた。やばいやんこいつ。激ムズじゃない。犯罪者や犯罪者。犯罪者予備軍や。ノリがいいのがいいんやってだそうです。はい、それはそうやな。うん。よく言ってんな。それは言ってんな、確かに。ノリがいい、めっちゃ言ってんな。なんか鼻くそつけ合えるやつがいいって言ってたもんな、あいつ。昔。そうやったっけ。うん、そうそうそう。じゃあ、第8問ですね。いきますね。第8問。うん、はい。今、近くにあるもの、なんでもいいんで見せてください。はい。ギター。じゃあ、それで、モノボケをしてください。えぐいこと言うやん。マジ言ってる？この後、どうしたでしょう。激ムズやん。なにこれ。変化球やな。もう無理なんよ。これもう当たらんのよ、絶対。ヒントくれ。ヒントって出せる、ね、これ。このボケやんな。うん。ヒントは、うん、おもんない。最悪のヒントやん。やばいな。君にもヒントになってなかったら今。多分おもんないことを言わなあかんってことやで、これ当てに行くってことは俺たちも。ギターで急にドブロック弾き始めて大きな一物を大きい声で歌う。ああ、そうな。
高度なことできんのか。いや、もういい。当てる気もなんもない。わからん。次、フートじゃあ。いや、いいよ、ずっついて。くそ。でも、わからんな。ね、おもんないんやろ。うん。おもんない。じゃあ、ほうきにまたがって、ほうきじゃない、ギターにまたがって、あの、ハリー・ポッターの音楽、口ずさむ、みたいな。はい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 。はいはいはい。ふと、じゃあ行きましょう。なんかもう、俺もなんか、ベリーみたいな感じで、物ボケじゃないかもしれんけど、なんか、あんま覚えてないけど、ハタヨークのネタを、なんか、やって、残念ってやる。ネタやん。ちゃんと。じゃあ、見てみましょう。はい。はい。なんかここのくぼみから何か出てくるな、何か出てくるな。 Z どです。いや、やめよう。これはどう当たんねん、これ。ここのどう当たるねん、これ。ここのくぼみ。くぼみを利用した自己紹介をしてくれました。あー、むつすぎ。そう、フートが2ポイント、土が1ポイント、ベージが0ですね、今。はい、じゃあ第9問、ブルとワンボの今年のウィンターライブのテーマは？なんやねんそれ、お前簡単すぎやろ。そう、もう1人ずつ、ブルのテーマは何々で、ワンボのテーマは何々って言ってもらったらいい。OK です。はい、じゃあ OK。はい、ツッチーから、じゃあ。はい、いきます。ブルのテーマがファングリラで、ワンボのテーマが夢です。はい、じゃあ次、フート。はい、ブルのテーマがファングリラで、ワンボのテーマが夢です。じゃあベジ、次。はい、はい、ブルのテーマがファングリラで、ワンボのテーマが希望です。おお、分かれましたね。え？なんで？何希望って？何希望って？え？あれ？あれ？何？まあまあ。おかしい。答え見る？うん、答え見てみましょう。一番分かりやすいやん。まあ、とりあえずね、自分のサークルやから、ブル？はい。ブルはファングリラです。うん、でもちろん私、もともと障害やってましたので、はい、ワンボンもちゃんと調べております。なるほど。ワンボのウィンターライブのテーマは希望です。やばいや。マジで。そんな。ありがとうございます。やばい。ありがとうございます。ベジ一番。出たのは俺とフートやからな。ゼットは確かにお前かもしれんけどな。ゼットはベジ。おめでとう。ありがとうございます。フッチー1点。フート2点。ベジ2万点ということで。高すぎ。やば。お願いします。はい、ZO のベジータが言わせてもらいます。はい、ブルは、テーマがファングリラで、開催日時が2月23日です、はい、で、ワンボがテーマが夢で、開催日時が2月の17です、はい、はい、皆さん見てください。ということで、見てください。あります。見てください。